では続いて、現在29歳男、美容師で9年間美容師をしていますが、結果も出ないし、向いてなく転職を考えています。自分は内向的で、以前大悟さんが紹介していたスーザン・キンさんの本を読み、自分なりに考え、在宅でウェブデザイナーの転職を考えています。そこで質問なんですが、セルフモニタリング能力が低い人は、デザイナーには不向きになりますか？転職を、どうしても早く気づかなかったのと後悔しています。ぜひ一つの犯罪材料として参考にさせてくださいということなんですが、そんなことはないと思いますけどね。内向的な人はでもデザインとか、深く考え込む仕事って向いてると思うんです。で、逆に美容師って、内向的な人が向いてるのはデザインっぽい仕事に見えるんだけど、実は、美容師さんってコミュニケーション能力結構大事なんですよ。お客さんのニーズだったりとか会話とか、そういう人にどういうものがあってるかなってことを考えなくちゃいけないので、自分の中に興味があるんじゃなくて、外側に興味を持ってるって意味です。外向的ってのは喋れるって意味じゃなくて。だからお客さんとかその人の生き方とか、喋り方とかに興味を持つためには外向的じゃないといけないので、内向的だったら自分の頭の中で考えるデザイナーとかの仕事は向いてると思うんで、別にセリフルモニタリング能力っていうのは後から高めていくこともできると思うんで、普通にデザイナーさんやってみたらいいんじゃないですか。